28万ものいいねがついたツイッターで話題の動画あの難問に正解がトロッコ問題で全員が助かる方法こんな答えはどうかなと添えられた映像鉄道のジオラマ作りが趣味という B 作さんが投稿しましたトロッコ問題とは 暴走する列車が迫るポイントを前に、どちらに進むように切り替えるのが正解か、5人を救うために一人を犠牲にしてもいいか、という難問。B 作さんの選択肢はこれでした。前輪がポイントを超えた直後に切り替えることで、後輪はもう一つのレールへ。 車両はきれいに横向きで止まりました。見事なあらわざに、この解決法は予想外だった。倫理の問題に技術で答えを出した、など多くの反響があったといいます。話を聞いてみると、通知がっと止まらなくなってしまいまして、3日間ぐらい通知が鳴り止まなかった。 その再生回数は驚異の七百六十七万回。中でも驚いたのは。日本の方だけじゃなくて、海外の方からも反響大きかったですね。言葉だけだと、どうしても言葉の壁っていうのがあると思うんですけれども。動画だと、何を言っているのか、海外の方にもすぐ分かってもらえるので。やっぱり映像の力っていうのは強いなって思いましたね。誰も傷つかない。 第三の選択肢は世界の人の心に響いたのでした。